はい、皆さんおはこんばんちは、シュアです。さあね、今回プレイするのは、どこかで見たあのゲームたちを棒人間で作ってみたけれど、果たしてあなたはクリアできるのか。タイトルが長いですね。まあ簡単に言いますと、ソシャゲとかをやっているとね、広告がいろんなところで流れると思います。でその広告のゲームを、わざと広告では失敗して、自分ならクリアできるね、インストールしてやってみっかって思わせてインストールしても、そのゲームはプレイできないというね、詐欺広告ゲーですね。それを実際に作ってみたという、まあなかなかぶっ飛んだゲームです。なのでとりあえずやってみましょうか、ね、本日のミッションということで、ね、これデイリー系なのかな。まあね、やればわかるさということなので、やってみましょう。ミニゲームで遊ぶしか選べない。まあやってみないと何とも言えませんので、とりあえずね、ミッションデイリー系ですね。初めてカスタマイズする、ね、コインガシャをするね。でピン抜き、まあまあいろんなゲームがあるんで、とりあえずね、オプションサウンド、音がでかい気がするめちゃくちゃ半分ぐらいでいいか。他のゲームに比べてめちゃ耳痛くなるぐらい音でかかった。じゃあね、ミニゲームで遊ぶ。はい、ということでどこかで見たことがあるようなゲームだと思う。ちなみに、スイッチ版で価格は1111円です。じゃあね、ピン抜きですね、やってみましょうこれさ、ほんとさ、あの広告で見たとき、いや間違えんやろっていうね、間違え方されて、棒人間メモ。棒人間には宝があるとき、目の前のピンがなくなると宝の方へ歩いてしまう。宝めっちゃ好き、でも宝にたどり着けないと力尽きて。そうだよね、なんで死ぬんだろうねそれも疑問でしょうがないんだけど、まあね、こういうルールなんでしょうがない、ね、基本的にタイムですね。なので悩まずとりあえずやった方がいいんだけど、まあ全部星3にするかどうか、もうクソもないよね。答え分かったらあとそれね、トレースするだけなので、まあとりあえずやってみましょう。2名宝を奪え、クソ失敗した岩はピン以外のものに落とすと砕けて消えるので、落ちてきた岩に当たれば敵も棒人間も倒れる。めっちゃ痛い、敵にだけ当ててほしいそういうことね。さっきのやつね、気になったのが、先にこれ落としたらどうなるのかと思ったけど、別にうん OK だね。じゃあ3名襲われる、よしギリギリセーフ、ね、狼は棒人間が大好き大好きなんだ。ピンがなくなると近寄って噛みついてくる、めっちゃ痛い、岩などを当てると倒せる別にピンは全部抜く必要ないんで、4名。なるほど、一回そろそろ失敗してみようか。あん、声が意外に激しい。おん、IQ が増えていってるんだけど、個人的にはこれ IQ 増えるっていうか、むしろどんどん減っていってる気がするんだけどね。おね、難しそうな感じ。まあこれ抜いて OK だね。直撃、あケツに当たっただけであいつは死ぬ。
別に全部を抜けという選択肢はないので。はい、星2つ。そんな悩んだっけな。まあ、5個まで行くと次が解放。さすがに最初は簡単すぎたんでね。とりあえずね、さっきのやつ。難しいの意味が違うんだけど。ピンの位置をさ、たどり着けないっていう難しさはやめてほしいよね。抜きたい位置に手がいかないっていう。一応全部星さんにしたけど、そこまでする必要あるかな。さあ、6面以降ね。で、ここから先はきっと IQ が必要になるっていうね。これもさ、IQ が5で5個解放で10で次だからさ、結局全部クリアしないと次いけないからさ、意味ないよね。うん。わからないのがいくつかあってもね、解放できるんならいいけどさ、これ何の意味もないよね。何の意味もないよねー。とりあえず5面までクリアしたので、ガチャ回してみましょうか。はい、プレートカスタマイズをやってみよう。はい、で、ガシャですね。1000。お得なデイリーガシャ。称号を手に入れたとか気にしなーい。1回3000、高っ。1日1回1000円で回せるんだって。綿毛、綿毛とか気にしなーい。ゴリラ、ゴリラとか気にしなーい。綿毛ゴリラ、緑のゴリラ。緑のゴリラってなんで毒か。貯めた IQ は別のところでも OK ですか。あ、別のところでも OK ですね。だから棒人間がクリアできなければ、棒人間は全部棒人間だね。ピン抜きがクリアできなければ別のところに行ってね、 IQ を貯めてもいいかもしれませんが、とりあえずちょっと難しくなったやつを見てみたいので、もうちょっと、ね、行こう。6面。ね、なんでこういうゲームをね、広告はミスるんだろうね。森人は狼大嫌い。間にピンがなくなるとキックしてくる。めっちゃ痛い。キックの間動けない。岩などを当てると倒せる。新キャラ出てきた。とりあえずあいつら合わせてみる。おお。ああ。ローキック食らったら死ぬのか。はい、次行ってみよう。ああ、ついにお宝が。こういうことか。抜いてキックさせて。直撃させて、ヤッフー。この辺まで来るとちょっとゲームっぽくなってきて、あれー。星2だ。もういいわこんなの。意外に時間厳しくない？星さんの。よっと。食らってから死ぬまで適当すぎ。よしよし。初見で星さん結構きついぞ。おお。OK。じゃあちょっと次のゲーム行ってみようか。
でもね、この解放された難しいやつはそれはそれで気になるっていうか、ぶっちゃけもうこの辺どうでもいいよね。いきなり30面とかやりてえな。なので14だけちょっと行ってみよう。ゴブリンがいる。ちょっとゴブリンに会ってみる。ゴブリン。まあそうだよね。いきなり飛ばしちゃった。あーダメだね。やっぱいきなり飛ばしちゃうとゴブリンの説明がないからさ。来た来た。宝は宝は棒人間は宝がないとその場から動かない。だからどんどん敵が近づいてくる。めっちゃ怖い。おとりにして敵をやっつけよう。宝がないと動かないって言うけど、じゃあお前何しに来たんだよ。宝を探すために危険なところに行ってるんだろ。宝もないのに何しに洞窟に行ってんだこいつ。ねえ、何も報酬がないのに危険な洞窟に行く意味がわからん。ゴブリンは棒人間が大好き。間にピンがないと近寄って爪で引っかいてくる。めっちゃ痛い。岩など当てると倒せる。うん、届くね。よし、あぶねえ。14目すべて倒せ。まずこいつを倒す。これはこれで気になるんだよな。でもまあちょっと他のゲームも行きたいのでね、一回ちょっと戻ってみよう。どれがいいかな。あの車出しのさ、ガゴンガゴンって失敗しまくるの腹立つんだよね、見てて。あ、これちょっと少ない、ね、他のところで IQ を貯めると一気に解放されるね。あ、飛ばせた。この演出長えなって思ってたら。なるほど。お前移動しとはいたもん。タイム流れるんかい。動かす車を選んで移動させる方向を決める。出口ゲートへどんどんと誘導しよう。パーキング管理も楽じゃないかも。今日もコツコツ頑張ろう。車の CM ね、あの、で俺今ドラクエウォークをやってるんだけど、ドラクエウォークって広告を見るとね、アイテムが追加で1個もらえるのがあって、それでよく見る。ぶっちゃけやらなくていいんじゃねこのレベル。ちょっと中盤行ってみるか。もういきなりこの辺行ってみるか。普通に事故起きまくってるけど。やったぜ。難しくはないよ。こう人跳ねたらいけないっぽいね。
別に難しくはねえよ。お前逆から回んのやめろ、時間がちょっと気になるんで、あの人跳ねてみようか。一気にいったな。ちょっとこの人跳ねてみたいよね。よし、待とう。いけ。今ブチュってなったんだ。ブチュって血らしきものが見えた。だから何も難しいことがねえんだけどさ。なんでソシャゲの広告が失敗するんだろうな。いやー、よし、これだけ増えるのかな。もうちょっとあるよね、うん、じゃあ次行ってみるか。数字タワー、だいぶ解放されたな。自分より数が少ないやつに勝ってその数を奪えるんだよね。演出が長い。タワーでは数字の大きさが全て、比べて大きいと勝ち、倒した敵からは力を奪える、ね、悪魔を倒すべし、だって勇者だもの。じゃあもういきなり一番難しいとこ行こうか。いらねえだろ。おお、難しい。プラス50。はっ、あ、びっくりした、潰れるだけ。割る224。あー、そういうこと。あー、そういうことな、そういうことな。理解した理解した。まず弱くなっとけってことな。でこれはもう何番いっても楽勝だから。で次は割る2を先に使うのか、割る2使ったら勝てないで、全部倒してから割る2かな。あいつ何が楽しいの。さあ、あとは連打やな。結構時間がギリギリなんだけど。よし、勝った。777。あ、ここまで来るとちょっとむずいね。この辺、うん、これどうなんだろう。死んだ。72。これもう楽勝じゃねえか。かける2とかいらないレベルじゃないですか。圧倒的ではないか、我が軍は。2倍以上のパワー。意外に楽しい。所詮ミニゲームなんだけど。一応これスチーム版も出てたんでね、うん、これはスマホでできた方が良かったんじゃないかなって気がする。じゃあ次行ってみようか。
カラー分け。これ知らない。俺これの広告見たことない。なるほど、全くわからん。今回はドクターをお手伝い、同じ色でまとめるように薬を移動させていこう。ちゃんとやらなきゃドクターが見てる。怒るドクターめちゃ怖い。俺この広告見たことない。元ネタの広告が見たい。うん、こういうことか。難しくなくない？レイトン教授みたいにさ、何回以内でクリアしろとかないからさ。時間との勝負なんだけど。最小回数でクリアしろとかそういうのがあるわけじゃないからさ。何一つ難しくない。時間との戦いなんだけど、ただまあどれだけソシャゲの広告芸がクソなのかっていうのが、そこが浅いのかっていうのが分かるわ。さあ一応最後の一つ、マネー集め。俺としてはさ、あのゾンビとかを倒していくやつ。あ、解放された。いきなりやってみる。ルールも理解してない。ごめん、ルールを理解してない。さすがに無理だ。お金を集める。ふんふんふん。あ、なるほど、集めた数で星の数が決まる。これどうやってもマックスにならねえと思うんだけど。なるほど。この後何するんですかね、二人は。棒人間メモ。よう、拾うマネーは俺のもの。マネーは天下の回り物。たくさん集めてパーッと使え。棒人間はブレねえぜ。マネーマネーめっちゃ好き。うん、まだルールがわかんない。この辺行ってみる。金を足場にする。なるほどね。あ、ちぃ理解した。ちょっと愚痴じゃねえ。ちょっと ルールがまだよく分かってない。こういうことやな。とりあえず毒、毒はポイントが減るだけか。ボロやだ。もうあなたなんて嫌い。振られた。でもクリアだ。よう、マネーを使って足場を作れ。危険なハードル乗り越えろ。ケチケチしないでしっかり使え。もしぶつかったならめちゃ痛い。毒瓶触れたらめちゃ辛い。今わざと食らってみたんだけど。これむずいな。おーし、これだから女はって言われるぞ。ゴールで待ってるだけかよ。お願い組長みたいなね、うん、じゃあちょっと難しめを言ってみましょうか。お、いけたいけたいけた。むずい。
それなり。これ星さん行ったらどこまで行くんだろうね。わけわかんない。刺さんのかよ。これむずくね。これは普通に難しいぞ。最終ステージだけどこれ。どこまでも行く。さあどんな家に住めるのか最後。あーっとハーレム。あっ、女の子が悔しがるやつ見たことある。これ見たことある。お金が少なくて初め振られてお金持ちになって見返してやるぜ。超見たことある。悔しいってなった。はい、ということで一通りゲームをしてみました。じゃあ一回ちょっと戻って、まだ出てないのそれなりにあるんだけど、称号を手に入れた。称号手に止まらない。これ毎日やれってことなんだけどね、デイリーがあるから。これを毎日やるか。うわ、250回クリア。死ね、死ね、死ねよって言っちゃった。1回、500回。敵を、あ、そういうのあるんだね。ピン抜きステージ。100ステージあんの？敵を4体倒して。結構あるな。あ、すべてのステージで星さんに白が見えた。R デイリー、ね、割とデイリーが美味しいね。デイリーあるあるだよね。すべてのミッションをクリアするが。右側の2つがどうやったら出てくるのか分かりません。称号、緑のゴリラだよね、やっぱり。フードファイターのゴリラって超食いそうじゃね。え、で意味は。意味ある。これオプションでね、一応スタッフリストをね、このバカなゲームをね考えて作ったね、作ったのはモンキークラフトさんですね。G3 側は誰だろうね。でもこのゲームさ、アップデートしようと思えばできるよね。あの、ソシャゲの、詐欺広告が出たらそれ真似すりゃいいんだから。いやー。ローカライズってあるんだけど、海外でも出してんな。いやー。全部日本語で分かりやすいです。はい、ということでとりあえず一通りのゲームの紹介ができたということで、ね、このゲームが単発になるかどうかは私には分かりません。なぜかね、100面がどうとか言ってたんで、おそらくこれ増え続けていくんでしょうが、全部を動画にする意味があるのかこれが分からないということなので、もしかすると終盤の難しいステージだけ、ね、紹介するような感じになるかもしれません。自分で言うのもなんだけど250回はクリアしたいとは思わないです。
とりあえず今適当にやった感じ、ね、これもね25面で全部なのか、全部クリアすると増えるのか何も分かってない。とりあえずね、1回目は一通りのゲームの紹介とシステム、そしてスタッフリストを見せたということでね、とりあえずね1回目は終わります。2回目以降があるかどうかは、いつか来ることを祈っておいてくださいね。じゃあ2回目で、ね、お会いしましょう。さようなら。